広島長崎に原爆が投下され、今年で75周年を迎えました。リトル東京の高野山米国別院では、8月2日日曜日、広島平和記念公園から分灯された平和の灯火が据えられました。この日を見て平和の誓いをしていただければいいと、こう思っております。アメリカでの追悼法要は、1993年から米国広島長崎原爆被爆者協会により毎年続けられてきました。今年は新型コロナウイルスの影響により、8月9日日曜日にオンラインで法要が行われました。広島長崎原爆、この平和の灯火も亡くなった方々の霊を慰めるためにお勤めをすると同時に、毎年続けていくことによって二度と繰り返さないのだという私たちの誓いの灯火ということも、これもまた言えることだと思います。キーノートスピーカーのロバート・ホスティングさんは、被爆者のインタビュー映像を交えながら歴史を伝えることの大切さについて語りました。また長崎の田上富久市長と広島の松井和美市長からのメッセージも配信されました。また今、私たちは新型コロナウイルスという人類の新たな脅威に直面しています。世界的な連帯を強めることは何よりも重要です。このほか、更科淳二会長をはじめとする被爆者協会のメンバーたちが、75年経った今も変わらない核兵器の恐ろしさや平和の尊さについて訴えました。 Let's all together pray for their souls. 新型コロナウイルスとの戦いが長期化する中、多くのレストランが工夫を凝らし、制約の中でビジネスを営んでいます。リトル東京のこちらのレストランは、回転寿司というスタイルから屋外に飲食の設備はなかったのですが、このほど店の前にテーブルを設置し、アウトドアダイニングのサービスを始めました。 The guests are really excited and happy and glad to be back here. 回転寿司のサービスは現在許可されておらず、この店の売り物であったタッチパネルでのオーダーや注文された寿司を運ぶエクスプレスレーンは、店員とキッチンとのコミュニケーションに使われています。くら寿司は全店テイクアウトで営業。アウトドアダイニングやデリバリーは現在一部の店舗限定のサービスですが、徐々に対応する店を増やす予定です。一方、こちらのリトル東京のラーメン店は、コロナでの規制が始まる以前はテイクアウトを行っていなかったため、その対応に迫られました。今まではラーメン2号を一切してなかったので、ガーディアンの方に、ドライブスルーをやっている2号店がありまして、その辺のノウハウをお借りしながら始めたという感じですね。2号麺が伸びないように茹でる時間を短くしたりとか、あとは麺に油を混ぜて麺がこうくっつかないようにとか、あとはラーメンに対して1枚ずつこういうふうに、電子レンジに入れてこういうふうにやってくれと、そういう説明書きを入れながらとか、お客様が喜んでいただけるように今現状でも試行錯誤しながらやってる状態です。新選組リトル東京では、テイクアウトでもさまざまなメニューに対応、またいろいろな企画も展開しており、今度の週末には焼きたての焼き鳥を提供するイベントを開催するとのことです。トーランスのこちらの和食店は、ホテル内のレストランらしい細やかな工夫を凝らしたテイクアウトサービスを行っています。テイクアウトですので、もうダイニングとは違ってですね、サービスの違いとかそういったものじゃなくてですね、やはり味で勝負するしかないと。ボックスなんかもですね、ちょっとシェフが和風的なボックスを使ったりと、皆さんに喜んでいただけるようにしてますけれども、メニューも和食はもちろん、ローストビーフ弁当やハンバーガーなどの洋食、そして唐揚げやたこ焼きなどおつまみも用意されています。メニューは分かりやすく、入り口に大きく展示されています。サーバーが説明する今までのやり方というよりも、お客さんが目で見てですね、ビジュアルで確認ができるものが一番良いかと思いまして。また8月から中庭を利用したパテオでのダイニングもオープンしました。道に面していないため、落ち着いた雰囲気で食事が楽しめると好評だそうです。規制に沿ってですね、お客様が安心して召し上がれる状況を作れば、
テイクアウトでもアウトサイドダイニングでも利用してくださると思ってますので、その辺を常にアップデートした指導をですね取り入れて、臨機応変にサービス、料理対応していきたいなと思ってます。トーランスの都ハイブリッドホテル内伊勢志摩では、今月末まで生ビールを1杯3ドルで提供するサマースペシャルを実施中です。高齢者に向けての福祉団体敬老では、9月12日土曜日に敬老の日を記念したバーチャルイベントを開催します。楽しいワークショップやエンターテインメントがライブ配信されます。どなたでも視聴でき無料です。毎年恒例のお弁当サービスも一部の地域で受け付けています。こちらは予約が必要です。またイベント内で発表されるアート作品も募集しています。詳しくはウェブサイト、またはご覧の連絡先まで。ソーカルジャパンは、ジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト、jhollywoodnet.com でもご覧いただけます。